ダグフリーは、ウィスコンシン州、マニートワック出身の元アメリカンフットボール選手。NFL のダラスカウボーイズに所属していた。ポジションはタックル。北入りの大学から2007年の NFL ドラフト4巡で、ダラスカウボーイズに指名されて、開幕ロースター53人の中にも残った。この年、1試合に出場した。2008年は、開幕から第13週までインアクティブ。 残り3試合でも出場はなかった。2009年11月15日のグリーンベイ、パッカーズ戦で先発右タックルのマークコロンボが、飛骨を骨折したため、翌週のワシントン・レッドスキンズ戦で、初先発、その後シーズン終了まで右タックルで、先発出場した。彼が入団当時のオフェンスラインのリーダーは、フローゼル・アダムスであった。2010年4月1日、 先発左タックルのフローゼル・アダムスが解雇されたことからスターターとなりシーズン序盤にリーグ屈指のパスラッシャーマリオ・ウィリアムズやジュリアス・ペッパーズらを抑えた2011年7月26日カウボーイズと4年3200万ドルで契約延長を果たしたこの年ドラフト一巡でタイロン・スミスが指名されたことから右タックルにコンバートされた 2012年シーズンも先発右タックルを務めたが7サックを許し、ホールディング5回、フォルススタート7回と反則も多く、期待外れの出来に終わった。シーズン終了後、カウボーイズは2013年700万ドルを受け取ることとなっている彼との契約見直しを行い、2013年、2014年の2年間で700万ドルの契約を結んだ。2014年、彼は プロボールに3人が選ばれたカウボーイズのオフェンスラインのリーダーであった。第6週のシアトルシーホークス戦の終盤に右足を念座3試合に欠場、シーズン終盤にも左足首の骨折でプレーオフ2試合を含む4試合に欠場した。2015年3月7日、3年1500万ドルでカウボーイズと再契約を結んだ。この年、 全16試合に先発出場したが、チーム最多の9回のペナルティを受けた。2016年も、全16試合に先発出場したが、足や足首の怪我により、出場機会は減少した。2017年3月11日、現役引退を表明した。ありがとうございます。